今回は GPS のクラウドレスと攻略です。ミニボスでも入ることになる影の世界担当になった GPS は、薄暗いウスはこのクリスタルを破壊します。ノーマルとの違いは右上に載せてる通り、悪意の核という弾が出たらウェルキナーの光に持っていきます。光る槍みたいなやつですね。弾からは攻撃が飛んでくるのと、持っている間結構痛いダメージを受ける。回復を入れつつどんどん運ぶというわけです。距離が近い方が良いので見定めてということですね。弓を持ってるならパッシブで加速できるので回避しつつ素早く運べます。表に帰ってきた。ミニボスでは2人ずつ入り交代制です。一度入ると次のゲートには入れない。体に黒いモヤモヤがつき連続で入ると倒れます。おう、GPS だと氷の泡転がっても倒れますね。別の範囲がなければ中にいて消滅を待った方がいいかな。あとは動く氷範囲を取って氷の放出を防ぎ、白地も落としというシナジーが出るので使う。範囲を放置すると全員がダメージを受ける。次のゲートに入れない時は鳥とウェルキナーを削りながら光を拾います。下でクリスタルを破壊したら上に現れるやつですね。ガレンウェは HP 半分付近からランタゲで範囲を出してくる。味方も入ると大ダメージを受けます。離れよう。さてラストです。割と何度もアップしてるし主なポイントから、重要なのは悪意のスピアの破壊。ボス削りよりも最優先でしたい。遠隔攻撃で処理します。触れると今のように気絶する攻撃が拡散します。メインタンク視点だと重攻撃もあるので当たると倒れますね。影世界のやり方はグループによって違うかもしれません。ここでは DPS が時計回り反時計回りと分かれクリスタルを破壊しております。ミニボス戦でも出てきたオーブを探してウェルキナーの光に持っていく。広いのと定期的に全体即死魔法が入ります。光の円に逃げ込み避難しなければ倒れる。避難場所は見えてるのでタイミングだけですね。当たりがなかなか出なかったり、やたら遠くにあると多少苦労する。中央に向かう雑魚は放置します。タンクによっては引っ張ったりもします。ただノーマルよりきついし雑魚処理はすぐ終わるので必要もないかな。たまに光の槍と円を間違えそうになります。まあ円は避難する場所の下にしか出ないのでその辺を見て判断するといいですね。えらい遠いで、これで表に帰ってきてまたボス削り。次のゲートは別の担当がやることになります。ゲートがなくなると強力なデバフを持つヤドカリも出てくる。タンクのためにも速攻で倒そう。正直こいつでも倒れるからなー。日本のビームはメインタンクと一番離れたプレイヤー。ここではヒラさんに向く。スマジャが魔法のモーションに入ったらバッシュ。タンクはビームで離れてることもあり近くの DPS がバッシュすると助かる。上でやることもあるけどね。放置すると空中から落とされる。中央のゲートが白い円で光ってる時は即死範囲が出ている時です。もし誰か倒れてダイソーで入る際、円が消えてから入ります。うん、無事破壊してきた。オフタンクがヤドカリをズマジャのあたりに固定するのでまとめてダメージを与える。いてー、するとスムーズに処理できる。ゲートから三角コーンと呼ばれる範囲が出ます。当たると強制的にインするので前のターンで入ってる人は倒れる。後半もう一つ増えるのがツル。植物の根が地中からやってきて食らうとスキルが使えなくなる。
当たる瞬間、当たっても解除するためにドッジします。この間初平でクリアした時の後半の様子でも、ズマジャの方は慣れてる人に任せてカイト役をやりました。ボーデンは槍を持ってないが範囲回復とか羽を使った移動が得意です。高速移動で槍を拾うぜ。このビームは近いと当たるらしく、遠目に出してます。支援は終わってからでもいいね。黒玉が湧き始めたら属性ドレインをつける。地味に何度もあるしそこそこ硬いので有効です。植物やヤドカリが出ても同じです。槍を拾い、回復をしつつ繰り返すね。ヒラに関しては素人なのであまり詳しくないですが、ポイントだけ抑えてやった感じ。特にオーブ投げは連発すると、タンクが一番にゲートにはいるのを邪魔することがあり、急いで入った DPS がズマジャのタゲを取って倒れることも、あとは何だろう、ブクラウドのボス戦で倒れると死体に黒いモヤモヤがつき犯人が出ます。この犯人を倒してからでないと蘇生できない。ゲートに入ってる人が倒れたら入るダイソーも決めてると思うので、蘇生のタイミングで誰が入るのか、とか変わってきますね。範囲を連発だ。あの植物硬いんだよな。レーザーソーンが自分に到達すると拘束されスキルが使えなくなる。ここは倒したので当たらなかった。オフタンクの時ヤドカリを受け持ってて食らうと死ぬだろうな。ズマジャ本体を倒してからの様子も少しだけ。影ズマジャの左右に分かれ範囲回復を入れながら削る場面です。前にメインタンク、後ろにカイト役を交代したオフタンクがいます。20秒前後で使ってくるデバフ付きの攻撃が厄介で HP がかなり減ります。ここでも黒玉や植物は優先して攻撃。ドレインを入れますね。この攻撃、6人の体力が異様に減る。ここにアルティメットを当てる感じで回復します。たまにカイト役にオーブを投げるとか、タンクの時と比べプレッシャーはなかったけど結構忙しいな、という印象ですね。スキル回しとかは知らないので上手い人を参考にしてください。 DPS 視点に戻って、本体ズマジャの体力が 15% を切るあたりで、ゲートは無視して攻撃します。中央に集まり、総攻撃ですね。もちろん黒玉スピアが出たら即壊します。体力が減った瞬間は回復も入れます。食らった人は骨の盾や祭壇のシナジーも使ってしのぐ。しまった。レーザーソーンか、今気づいた。連発やめー。たびたび出るし邪魔やな。また来た。急いで回復するのよ。そうしないと影に吸収され続ける。 HP も多いので焦らずリソース回復させつつ、本当にしっかり処理しながら、残り数パーセントでも壊滅なんてことはよくある話。全力で挑まなければ影に打ち勝つことはできない。
スマジャだけを狙えばすぐ終わるものの、いろいろ出てくるから処理に追われる感じです。しかし、うまく回復してるので倒れないね。専門職さすがやで。平でやった時外にオーブンスの意外と忘れてたな。次やる機会あれば気をつけてみよう。ほらー、処刑タイムやで。このスマジャやろうね。よっしゃー、クラウドレイはこんな感じです。スタミナ DPS 視点とサブの平視点も少し入れてみました。 DPS の方が数は多いし何か参考になるかもしれないですね。タンクはプレッシャーがすごいけど他はリラックスしてやれるなー。それではまた。